ハウゼンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ホルヒハイム郡の町村。この自治体は、エアランゲンとバンベルクの間に位置し、ホルヒハイムに隣接する。この町は、公式には2つの集落からなる。ハウゼンの集落は、1007年11月1日の、ハインリヒ2世から、バンベルク市教への贈与証明書中で、初めて文献上に現れる。世紀の終わりに至るまで、 バンベルク市教領主は、とりわけ帝国自由都市、ニュルンベルクやバイロイト辺境白と共同で小村を収めていた。こうした、いわゆる共同統治の関係は、1538年のホルヒハイム協定で確立された。ナポレオン戦争の時代、1806年から1810年の4年間、この村は、バイロイト公領と共に、フランス統治下に置かれ、1810年に、 バイエルン王国領となった。1857年、それまでは帝国自由都市ニュルンベルクとの関係により常に現在のミッテル・フランケン志向でヘルツォーゲン・アウラハ軍に属していたハウゼンが初めてホルヒハイム軍の一部となった。ハウゼンはこの地位がポンティウス・ピラトゥスの出身地であると主張するピラトゥス伝説でドイツ全土に知られている。 具体的には、9住宅番号48から73が、その成果跡だと言われている。ハウゼンの議会は、主張を含む17議席で構成される。図柄、上下に分割。下部はさらに左右に分割される。上部は、金字で、黒い水車の上半分。下部の向かって、左は、それぞれ角度を変えた斜めの2本の銀の帯によって、黒と赤に切り分けられる。 向かって、右は、銀字に赤い斜めのヤシの枝だ。20世紀になるまで、ここは、基本的に農村であった。現在、ここには、主に近隣の中心都市であるエアランゲンや、ニュルンベルクへの通勤者が暮らしている。この町の主要産業としては、河原製造のラホージブラズがある。1970年代からは、ラインマインドナウンガや、アウトバーン A73 が、 ハウゼンを通るようになった。一方、1892年から走っており、町内に停車駅もあった、ヘイヒシュタット・アンデア・アイシュ駅の鉄道路線は廃止された。ハウゼンは女子サッカークラブが知られている。街の中心には、1468年にニュルンベルクの貴族ハラー・フォン・ハラー・シュタインが建てた教会があるが、これは後にバロック様式に改築されたものである。 ツーリストに人気なのは、農民が畑の考えに用いた、レグニッツ川の歴史的な水車である。かつては、こうした水車が約30機あった。また村の小博物館も見どころの一つで、村の概要と歴史を知るのに最適である。ありがとうございます。